はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第166回闘技場、金トロフィーを目指す旅2日目となります。なんで3体が多いの？なんか3体が多くない？ここでキャドバージョンでいいんじゃないかな。団子って何飛んだろう。キャドは？キャド、まあ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 、じゃあキャドでいこうかな。キャドにして、でマモツカが、早くなりすぎている。でキャドツカが早くなりすぎている。だから、素早さを、あ、これでいいね、これでいいわけだね。うん、 OK ですね。状態上的には別にいいかな。はい、じゃあ行きましょうか。焼けつく、あ、魅了か、団子は。それから昨日あれですね、 3.5 周年のミッションが全部クリアというところで素材をいただきました。 レック開花の素材の枝が来たんで、早速ね開花しておきました。1個だけ取れてないのがある。足りなかった。それでもはい、対戦よろしくお願いします。どうしようか。こっち側にヒャドぶっ込むか。ヒャドのサラサラ、サラサラこっちだな。サラサラここだな。ヒャドぶっ込んでサラサラ、あー、マモツカ動いてしまう。マモツカ動いちゃうね。これ何効くの？バギーは倒倍。ヒャドサラサラ、前から。よし、じゃあこんな感じでいきましょう。あー、これでいいかな。これしようかな。そしたら熱風で、おー、反射があんのね。なんだっけ、なんだっけ、これか。あ、落ちないっすか、マジっすか。大丈夫ですね。はい、四突の力を見るがよい。突が進んだら仲間呼びのモンスターも強くなったらいいんだけどね。4突分の強さ、ゴレムスもそんだけ硬くなってくれたら嬉しいんだけど。でも A ランクの才能開花来てほしいね。全然来てない最近ね。で今度個人大会のあのあれがあるじゃないですか、リーグが。で3パーティー登録しなきゃいけないから、A ランク結構重要になってくると思うんで、ねえ、A ランク、結構強いの、実装してほしいね。ダースって何聞くの？あ、バギデイン、イオデイン、イオデイン。メラヒャド、メラヒャド。あー、そうなんすか。バランな、メダバンドってな、行きたいとこだけどな。ちょっとギラが怖いかもしれないね。ここでいいかな、ここにしようかな、ここにしようかな。ここで行きましょうかね。このままでよくって、よくって、はい。はい、対戦よろしくお願いします。エスタキハどうだったっけ。ハド取れないんだっけ。等倍ね。だからこれはこうでいいね。
うん、ここ行ってもらって遠距離でサラサラのバギーをぶっ込む、そんな感じでしょう。あ、まあそんな感じでしょう。はい、じゃあ行きましょうか。落ちないか、カエルが。カエル落ちないちょっとまずいなこれ。あー、そうかカエル落ちないか。バギー、どうしようかな。これはちょっと、次誰から動くんだ？魔物塚からか。魔物塚からな。仲間呼びます。仲間呼んで。ここ行ってこれ。落ちないもんな。ここ行ってこれ。さあ、これどうなる？これまずくないか？大丈夫か？あぶねえ！あ！あぶねえ！あ！あぶねえ！ライジング3。でもさ、今度の個人大会のやつもさ、1回使ったパーティーは使えないわけでしょ？攻める側も。そこだよね。そこがね、ちょっとね、バリエーションがないから、うち。魔物塚神竜起点だから、ちょっと困っちゃうよね。で、防衛パに関しては、もう、1個目ガチ。2個目その残りのガチ。3個目って感じでやった方がいいと思いますね。で、防衛できたかどうかにもポイントが関わってくるんで、もう全部均等にすると全部負ける可能性があるから、取れない可能性があるから、もう1個ガチ。2個目は2個目の中、残った中でのガチ。で、やってった方がいいと思う。もう3個目はなんならスライム1匹とかでもいいぐらいの、っていう登録の仕方がいいんじゃないかなと思ってます。ちょっとドレアも怖いんだよな。トツがやっぱ進んでる。みんなドレアもどうしようかな。メラヒャ、まあ通るんだよな。ここな、通るんすよね。で、ここでいくか。で、エスタークやっぱ動かす感じで、どうしようか。これでいいか。ドレムとヒャドは一応こう、ヒャドは、あ、いやいや、ドレム。なんで、これでいこうかな。スタークは、まあ、動かすって感じ。で、この子は甘いを覚えておく。これでね、行きましょう。もう防衛パにやっぱドレアもいるっていうだけでちょっとね、敬遠はしたくなっちゃうね。テンション取られない位置でうまく打っていくしかないんで。
はい、対戦よろしくお願いします。うん、これはまあ一番右でいい感じね。で、ヒャドは、ヒャドがさ、うまく入ってないじゃん。マジで。ここだな。ここで行くか。で、こうだな。ヒャド行って、こうだね。さらさらこうだね。で、ここ。いやー、これさー、いやー、良くないわ。これ、これ良くない。いや、これもうライジングさん打つか。ヒャドなんか多分打ってたってダメだと思う。ソロが、完走だったっけ、何通だったっけ、背中か、背中か、届くか。届くか、じゃあいいか。じゃあいいか。うん、これにしようかな。これにして、できればドリアも落としたいね。これね。頭割りで入れる場所だったらよかったけど、これ多分マモツカだけ行かれちゃう感じになっちゃうから、これね、これで向こうに抜けてもらう。あーう、いや、こうなんだけど、あー、これは困ったなぁ。 S タグ全回復だ、これ。うん、ここで落とせればいいけど、多分落とせないと思うんですよね。そうなんですよね。なので仲間呼びするか。仲間呼びのゴレムちゃん。で、次ドリアムが先か。ドリアム先か。ここにしようか。ここにして、頭割りか。ここで呼ぶか。あ、ここで、いや、あの反射、物理反射を入れたいんだよね。デスロ、ここまで来れるのか。ここ来て、ここに呼ぶ。いや、ここじゃないな。ここで呼ぶか。ここで行くか。で、カバー。うわー、強え。三河下っていいぞ。グラクロか。あー、グラクロか。オッケー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 。1回目腹痛出たね。ドレアム早い。ドレアム早い早い。オッケー。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。